皆さんこんにちは、真実を語る黒子です。ご覧の通り本日は本紹介でございます。本日11月25日に購入して11月25日に動画を撮影しております。ですからまだ全て読んでいない本なんですが、これら全てを一度に購入させていただいて、あまりにもお手頃だったので嬉しくて、つい早速動画にしてしまったという次第でございます。今回の冊数は、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17冊ということで、一度にまとめて購入してまいりましたので、ババッと紹介させていただきたいと思います。では早速でございますが、まあまずこのインパクトの大きい右側の古典落語体系からでしょうかね、第1巻から第8巻まで全て揃っております。でこれどういうものかと言いますと、まあ、分かりやすいところで言うと、まあ、1巻ジュゲム、まあこれ当然皆さん聞いたことあると思うんですが、古典落語の内容を一つずつ丁寧にご紹介いただけるということで、結構面白いんですよこれが。いろいろな落語の、概要をですね、バーッといっぺんに読めるということで、まあ巻1に関しては、このぐらいの内容が含まれていますよというものが、8巻に分かれておりますので、かなりの膨大な量になってくるんですが、定価1800円ということでございました。それなりに痛みもあるということも含めてなんでしょうけれども、なんと8巻すべてで、約3000円というお値段でございました。もう見つけた瞬間我先にとバッと掴んでですね、これは黒子が買いますという意思表示を早速させていただいて、迷わず購入をいたしました。これからですね、黒子は落語漬けになっていくかと思うんですけれども、知っている落語も知らない落語も楽しみながら読んでいきたいなと思っております。はい、ということでまとめて8冊分の紹介になります。皆様お好きな古典落語ありますでしょうかね。もしあればコメント欄で教えてください。はい、それでは続いて隣に行きたいと思います。近世文学論集と、宇治周囲物語ということで、まあ、これらは岩波書店から、出されておりますので、まあ、かなり、信用度の高いといいますか、間違いのない一冊ずつだと思って、早速購入させていただきました。特に左側の宇治周囲物語に関しましては、まあ、大体鎌倉時代前期頃に成立したのではないかと推定されている、まあ、日本の、まあ、いわゆる説話集になるんですね。今昔物語と並んで、まあ、かなり傑作と数えられるものでございます。まあ、日本の教養とも言うべき一部でありますので、黒子も今一度付随する本はたくさん持っているんですけれども、初めて、こちらを購入させていただきました。もうすでに図書館等で何度か拝読はさせていただいているんですが、やはり手元に置いておくということが、この本を買うことの一つの醍醐味でございますので、ついに手にしたなというところでございます。価格はこちら2冊セットで、確か500円するかしないかそのぐらいだったと思うんですが、かなりお買い得でですね、いやこれは素晴らしいぞと、いうことで購入させていただきました。で紹介が遅れてしまったんですが、今回、お邪魔したのは特定の本屋さんではなくて古本市でございまして、たまたま立ち寄った用のあった、埼玉県は埼玉市の、浦和、浦和レッズで有名な浦和ですねに、ピンク色の旗、こちらです。こちらが立っておりまして、おまさかということで、立ち寄ってみましたら、こんな素晴らしい本たちと出会いまして、黒子を初めてお邪魔した古本市だったんでございますが、素晴らしい出会いにも恵まれた、良い一日とさせていただきました。で、これらすべてはですね、古本市で、露店になっているところで購入させていただいたものでございます。はい。ですので、価格感だとか街の雰囲気というのを黒子はほとんどわからないまま立ち寄ったんですけれども、もう値札を見てびっくり、する連続でございまして、こんなにまとめて多く17冊も購入させていただいてしまったということでございます。ちなみになんですが、この古典落語体験に関しては、先だっ
で、動画でもご紹介したんですが、神田の古本祭りにおいては、見かけなかった、もしくはバラバラに、売られているという状態でありましたので、まとめて購入ができて本当にラッキーだったなと思っております。はい、続いてに参りましょう。こちらでしょうかね。考古学と古代日本ということで、研究50年の成果を分かりやすく執筆ということで、これはもう完全に初めて、見た本でございまして、まだ黒子もパラパラパラとめくっただけなんですが、やはり考古学という観点はですね、何においても大切かなと、黒子は思っております。すごくざっくりな物言いで申し訳ないんですけれども、黒子は考古学が非常に大切だと思っておりますので、そのうちの一冊ということで、購入をさせていただきました。こちらも本当に安価で手に取りやすい価格帯で、頂戴をさせていただきました。続いてこちらですね。これ結構今回当たりだったなと思っております。民族学資料修正ということで、旅と伝説。これ、どんなこと書いてるのか、目次だけちょっと見ておきましょう。いやー、これ面白いですよ。鉛や身振りの分布、農事と気候風土などなど。もうこれだけ聞いても面白そうですよね。はい、民族学好きにはですね、もうたまらない一冊になっているんじゃないでしょうかね。読むのは少し難しそうなんですが、時間をかけて拝読させていただこうかなと思います。あ、こういうのいいですね。あ、すごい今古本の匂いがしましたね。ここもいいですね。狐に化かされた話括弧1と、長野県下高井郡。ああ、面白そうですね。こんなに分厚いですから、いつまでも楽しめちゃいそうですね。はい。民族学資料修正ということで。まあ、古本ですからね、かなり痛みは見られますけれども、情報に痛みはつきませんので、外側のこの本の綺麗さというのは、黒子はそこまで気にしておりません。むしろですね、長らく旅をして、黒子の元までたどり着いてくれたんだなと思うとともに、前の持ち主さんを思いながら、黒子も大事にさせていただこうと思っております。はい。こちら置いておきます。はい、では続いての本の紹介です。ここからはですね、もうワゴンセルのようになっている100円200円ぐらいの、本でございましたので、もう手に取れるだけ取っておきました。お葬式をどうするかという広幸也先生の、仏教的な観点のお話だと思います。広幸也先生はですね、仏教書を数多く執筆されておられる先生ですね。はい、都市伝説の正体、こんな話を聞いたことありませんか。誰もが聞いたことがある都市伝説を徹底検証。これ知ってる方おりますかね。この画像の正体、あの新潟中越地震の時に、確か空に出てきた、雲の、まあ、神の手と言われているものなんですが、これ出どころどこなんでしょうかね。黒子も詳しく知らないんですが、当時すごく話題になったのを覚えております。都市伝説の正体ということで、はい、まあ100円だからこそ買える本という感じはいたしました。はい、続いてはこちら、姫ごと来さんということで、姫ごとといえば、ちょっと大人な本なんでしょうかね。はい、楽しみです。では続いて、苗字に生きる大和言葉。そして、桜信仰と日本人。あ、これたまたま同じ出版社さんですね。青春出版社さんということで。苗字に生きる大和言葉、桜信仰と、日本人という、この2冊ですね。合わせて17冊の本を購入させていただきました。で、これはおすすめするしないというよりは、まだ読んでおりませんので、皆様もし気になればご購入いただきたいなと思うんですが、まあ、間違いないのはこの古典落語体系、そしてまあこの2冊、茨波書店ですね。このあたりまでは、中身はもう読まなくても実際のところ分かっているものでございますので、皆さんにもお勧めできるかなと思うんですが、ここより左側ですね、これらはまだ黒子も手をつけておりませんので、おすすめというよりは、黒子はこういうものを購入させていただきましたというご紹介にとどめを受けさせていただきたいと思います。これから読み始めたいですね。これすごく良さそうな気がします。はい。LINE スタンプ販売中。皆さんも気になる本はありましたでしょうか。ということで本日は、埼玉県は浦和、埼玉市は浦和でしょうかね。県庁所在地の埼玉市ということになっております。たまたま立ち寄って
った古本市にて購入させていただいた17冊の黒子の宝物たちをご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。